将軍正隆なり。大手もこの行部が倒産。
狼殿、よく参られました。ではまた。お前さん、面白いものを手に入れたな。それはからくり筒、忍び義手の真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。からくり筒が仕込まれていれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。お前さん、何か言おうか。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か言おうか。少しくらいなら貸してやろう。
よ、いかがかね。こんなところにも死者があるところ、また供養衆あり、ゆえに戦場こそ我らの庭よ。さあご供養していきなされ。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。なんだと。このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りを捨てぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。
一身の病、やはり重いようじゃ。うん、たとえ源一郎が俺ど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。ネズミを飼ったようじゃな。ああ、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これはアシナ流じゃ。流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。
おい。お前。おい。本当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうてな。
うん、うん、